汚染の原因は森の奥からの地脈漏出だったんだ。今は解決して正常に戻ったぞ。そうでしたか。本当にお疲れ様でした。空気中に残った地脈エネルギーが薄まったら住民へのお知らせを張り出しましょう。そうなればこれまで通り自由に行き来できるようになります。こちらがお約束していた報酬です。どうぞお受け取りください。カカタは氷霊院行きになっちゃうのか。すでに故障はしてたけど解体されるって考えるとちょっと悲しくなっちゃったぞ。だったら明日きなりにお願いしてみないか。本当はすぐに行きたいけど、ティナリは明日話そうって言ってたし、今戻ったら怒られるよな。じゃあ決まりだ。明日ティナリにはカカタを解体しないように言おうぜ。静かに。藤もどき、人腸下科、人腸下属、著しい抗痙攣効果があり、麻酔粉として使用することができる。両組の実験データによって、魚に対して特に毒性があることが分かった。と、ちゃんと記録しておかなくちゃ。静かにしてって言ったのに。植物はちっとも気にしないだろうけど、僕の耳には響くんだ。お前、カカタを解体しなかったのか？解体してどうするの？だってお前、強霊院のルールだって言ったじゃないか。なるほど。こんな朝早くに僕を邪魔しに来たのは、そのためだったんだね。まあ、昨日ちゃんと説明しなかった僕も悪いか。僕が言いたかったのは、強霊院のルールでは、研究成果はすべて破棄することになっているから、あの場所を強霊院に見つからないようにしようってこと。とりあえずカカタを修理してたんだよ。昔強霊院にいた時、ソロン派の授業を履修したことがあるんだ。まさか役に立つ日が来るなんて思わなかったけどね。それから、カカタと一緒にアバッドイを埋葬してきた。実験資料の一部は記念として持ち帰ってきたけど、ほとんどは燃やして深く埋めたよ。証拠隠滅のためにね。僕は強霊院の人間じゃないし、あそこのルールなんか知ったこっちゃない。それよりも、今はアビデアの森のレンジャー長として、森の生命たちを守る義務がある。この世に生まれた命には必ず意味がある。
カカタも例外じゃない。存在する以上、勝手に捨てたり壊したりするべきじゃないんだ。よかったぜ。でも、ティナリは今、命って言ったよな。ってことは、もうカカタのことを真の生命だって認めたのか？あくまでも可能性の話だよ。何しろアバッドイを修理しようとした挙動は解明が難しいからね。アバッドイが残した実験記録だって氷山の一角でしかない。彼がどれだけのコマンドを設定していたのかは誰にもわからない。もしかしたらカカタは単純にコマンドから生じた不具合のせいでああいう行動を取ったのかもしれないしね。だから厳密にはカカタが真の生命だとはまだ言えない。でも可能性がある以上、僕はそれを信じたいんだ。ちなみに僕はこの研究テーマを続けることにはほとんど興味がない。連れてきたのも単にここが隠れ家として優れているからだ。でもまあ実験のアシスタントとして働いてもらうのもいいかな。少なくとも実験記録くらいはこなしてくれそうだしね。君はどう思う？以前教練員の知り合いに言われて集合写真に付き合ったんだけどさ、僕にも現物が届いたんだよね。集合写真には興味ないけど捨てるわけにもいかないし、箱に入れて取ってあった。昨日それを探し出して見てみたらアバッドイが写ってたから、カカタにあげたんだ。彼も喜んでるみたいだし、それで十分だ。
さて、仕事を始めるか。完全掌握、神器を通すよ。力になれるように。凍ってしまうよ。ここが当たる。手加減なしだぜ。はい。おさよ二種となれ。安全距離確認。吸引テスト開始。キュッ。キュッ。キュッ。運命よ、水面に移るのです。運命よ。やるか。この剣はわかるかい？はっ、耐えうる。安全距離確認。描き方し、歌よ二式となれ。安全距離確認。吸引テスト開始。ひゃ。無双の風シミュレート。星とし、
吉と新江、無事今日の依頼を。私の。
吸引テスト開始。超拡散形態。6308ユニット安全距離確認。無双の風シミュレート。おう。へい。よし。何をすればいい？待たせちゃった？う、見つかってしまった。占いとは、人の決まった運命を正確に知る。ねえ、もので。これで星空がよりはっきり見えます。
ここだよ。試させてもらうよ。難攻不落。純粋な雪解け水は水裏の番に最も適しているんですよ。
始めよう。また面倒が増えた。聞いたみたい。近いな。蔓延せよ。て、近いな。油断したか。奴についてこれるか。この程度か。これを食らえ。依頼されたからには最善を。しつこいです。
賭けをしないか。これを食らい。岩山八九。
何をすればいい？ついてきて。ついてきて。宝物となるがいい。
はこの天気に慣れてるけど、君は傘を差した方がいい。ああ、なんて激しい雷だ。私は下げす。
送るか。ついてきてよっ。僕から離れられないんだね。満天の星はこの手のひらの中にあります。一応ね、立流ジョック十言騒ぐな。私は帰ってきた。見えないだろ。ジョック十言静粛に。大罰となるがいい。
呪言チョック騒ぐな、ジュニー。私は帰ってきた。た、神戸を垂れろ。見えないだろ。律令チョック騒ぐな。呪言、律令。神戸を垂れろ。大松となるがいい。ふん。姿を残す。呪。私は帰ってきた。喜んで。道案内なら任せてよ。隣国のリーユエにはテイワット一の貿易港があるんだ。
失敗を恐れないで。かつて天空相手を間違えたな。この剣は分かるかい？ミュージック突破口を開きましょう。回ってフィールス。お別れの時間。回ってカンパもらい。トリックさ。Oh.
ちるよ。凡庸だね。貫こう。はっ。権限貫くん権限貫こう。月のように永遠なチルが権限
崎と行こう。権限。貫こう。やここより登る。やキャップス。せい。やや。せい。や。落ちる。権限。せい。凡庸だね。ここより登る。続きと行こう。落ちるぞ。
何もできないのが運命の生きていたりゆえんなのです。よっ。星とし。見てらっしゃい。見たことのないものがあるよ。
この動点も。同点につ、この同点も。同点についてのご質問です。この同点も。
同点につい。この同点も。同点につい。占いとは、人の決まった運命を正確に示すものです。行き過ぎた装飾はかえって人々の誤解を招くことになってしまいます。
恐るるに足らず。油断したか。蛮族がますます猛威をくれてる。しっかり巡回しないと。星空がよりはっきり見えます。目を追える。海、私は帰ってきた。律令チョック律令。見えないだろ。根こそぎにしてあげる。宝物となるがいい。
呪言、律令、呪言。音が聞こえる。ほっ、せい、よっ、はは。律令、チョック、呪言。騒ぐな。高き、私は下げず。私は自身の仕事の価値とフォンテーヌの人々がなすことの意義を認めている。自分の責任を誇りに思っているのだ。
届かない。これが俗に言うこのざまなのね。
テムの石の元に術を。
方チームルーズ。
ーチームウィン。お客さん、いらっしゃい。ほな、またな。わだつみ紹介自慢の商品をご覧あれ。ほな、またなー。